じゃあですね、いきます。次ですね、森安氏さん、バデヤ、パーセルって、パーセルギャラリーって、曝露町にできたギャラリーですね。で、ホテル系のギャラリー、ホテルとセットになってるギャラリーみたいな感じで、ディレクターっていうか、まあ、仕切ってるのが、あのサイドコアですね、あの松下徹君と、何さんでしたっけ、なんかあのパートナーの人ね、名前忘れちゃったな、なんかあの外人みたいな名前の、あれは本名なのかどうかよくわかんない、ごめんなさい。まあその人です、まあ、やってるやつですね。はい、場所です。はい、あ、こっちからじゃない。で、これはまあ話題になってますよね。で、これはもうまあ当然ですけど、話題になるべき休止して話題になってると思いますよ。どこからいきますかね。メインの作品からいきますね。あのね、これすごいですよ。あのね、これね、めっちゃ巨大です。これ何メートルあるんだろうね。何メートルあるのかな。でも5メートルぐらいあるかもね。だから体感としてはもっとでかいですよ。体感はもっとでかいけど5メートルぐらいかな。はい。で、エルビス・プレスリーですよね。エルビス・プレスリーなんだけど、が、の木彫です。超巨大なエルビスの木彫。はい。じゃあちょっとディテールを見ていきましょうね。で、まあ、なんて、木をたくさん組み合わせて作ってます。で、これ、細かくは、紙に、ですね、なんていうか、まあ、指示書じゃないか、まあ、作り方みたいなの書いてあって、まあ、金属、これ中に金属はめて作ってるみたいですね。はい。で、これちょっとディテールどんどん見ていきますね。はい。これ、こういう感じになってますね。で、まあ、目つむってですね、タバコですね、こう持ってっていう感じですね。うん。で、こう、もう、で、こう、おっぱいがあるわけですね、こういう風に。だから、で、こう、胸毛なんかもある。はい。で、この精液を出して、マスターベーションしてるように見えるんですけど、どういうことかっていうことは、ちょっとまあ、後から言っていきましょうね。で、これ、下のところにこのうんちだっていう風に、まあ、ちょっと菅祐介ですね、僕がキャンサーで一緒にやってる、菅祐介。なんかは、ごめんなさい、彼は、もうちょっと説明した方がよかったですね。彼はですね、まあ、東京芸大の彫刻家出身で、もう本当にちょっと天才的だったらしいですね。別格だったらしいですよ。当時からね。学生たちの中でも、まあ、非常に尊敬を集めていた作家で、すごい売れっ子だったらしいんですね。で、僕ね、あんまり記憶にないんだよね。で、当時は、なんかね、ちょっとアニメキャラみたいなやつをね、調べたらね、アニメキャラみたいなのを、木彫で作ってた。で、まあ確かに俺が覚えてないのもそうだろうなっていう気はしたんですけど、まあそういうの作ってて、横取りにも出たのかな、横浜トリエンナーレ、みたいな感じ、かなり売れっ子だったらしいんですけど、10年間沈黙してたんですね。作品発表してなかったと。何やってたかって、これ作ってたんですね。はい。で、まあすごいですね。これでもどこに収蔵してもらうのか、いくらかっていう、まあ少なく、まあ1000万下ることはないからね。どうすんだって感じですよね。誰に買ってもらうんでしょうね、これ。まあいいや。で、こういう風になってます。ディテール、こういう感じで見ていきますね。まあ荒いんだけど、荒い削りに見えるけども、ものすごい繊細な削りですよね。まあ、なんていうかな、うまいってことは一目瞭然っていう感じの、人ですよね。彫刻、まあ、絵画でもそうだけど、本当にうまい人って、やっぱりパッとこう分かるうまさがありますよね。で、すいません、解釈はちょっと僕、後からいきますね。で、こういうね、こう乳首のディテールとかですね、口とかもですね、すごいですよね。この中開いてるわけですけどね。まあ、本当すごいですよね。どこから見てもちゃんとこう、あのね、やっぱすごい、これ本当にね、どこから見てもエルビスに見えるっていうかね、似てるんだよね。
そういうのってなかなかできないですよね、本当は。なんていうかな、本当にそうなんだよね。だから、あの、どこから見ても彫刻なんだよね。だから彼は本当にあの純粋な彫刻家ですね。純粋な彫刻家っていうのは、まあ、なんていうかな、その、マイケル・フリード的に言うと演劇性って言ってもいいかもしれないけど、あの、どこ、まあ、あの、こう、回遊するってことですよね。あの、ぐるぐる回るってことですよね。正面がないっていうことですね。どこもしょ、もういずれもが正面になるっていうことですよ。あの正面がすっごい、まあ、わざと分かりにくく作ってますよね。あの作り、あ、なんていうかな、ポーズ自体がね、はい、こういう感じですね。ではこういうところとかもギリギリなんだけど、ものすごい繊細に作ってありますよね。こういうの、これ木彫ですからね。こんな巨大なんだけど、ものすごい繊細な場所があるわけ。この辺とかもね、まあ、あのこれ緊迫してるんですけどね、実はね。でね、こういうのね、だんだん見たら分かってくるんですよ。これね、なんかこう垂れてるみたいなね、こういうのがあってね。で、こういう木のこういうところも利用してるわけだよね、これをね。あの穴、あの節っていうんですか、こういうの節でいいんだっけ、っていうところね。ね、すごいよね。これちょっとぼやけてないな。あ、ぼやけて、ん？なんかちょっとピントがなんかあれですね。まあ、ピント合わせづらいんだよね、この作品ね。あ、こうなってるわけですね。だからこう、これ。まあでも、あの、まあ僕はやっぱりこれは餓鬼、いわゆる餓鬼ね。あの、仏像がよく踏んでるでしょ。あの、仁王像とか、ああいうのが、あの、ガキってあの鬼ね、鬼、あの飢えた鬼かがをこうギュッとこう踏んづけてるっていうのがあるんですけど、まあそれを明らかに参照してるんだろうと僕は思いますね。だからあの仏像彫刻に近いっていうのは、これはまあ間違いないと思いますね。はい、仏像に近いですね。だからまあ祈りを捧げるものだと思いますよね。この靴とかもね、いいですよね。はいはいはい、はい、ね、これちゃんとピントが合うとこういう風になるんですね。よりディテールがよくわかりますね。こっちのこれだったらよくわかるね。でね、これね、これなんていうかな、このこれね、何をこう表しているのかっていうことを、まあ、なんていうかな、その彫刻の的なこう分析っていうかな、なんかこう見方っていうのはもちろんでいろいろできる面白い作品だと思うんだけど、これすごくあのまさに物を表す、まあ、なんていうかな、そのモチーフがあるわけでしょ。だからそれを結構古典的にあの図像解釈していくっていうかな、いうようなことが結構重要な気がしたんだよな、僕は。というのがね、これね、何してるかがね、結構分かりにくいんですよね。で、うん、それをね、その意味をね、こう考えていくっていうか、ことはね、結構面白いような気がするんですね。はい。で、もう、これぐらいにしとこうかなと思うんだけど、ちょっと待ってね。はい。でね、ちょっと全体を見ながらいきましょうか。これにしようか。はい。でね、これをどういうふうに見るかっていうことなんですけどね、これね、まあ、あの脱粉してるのは多分脱粉してるんだろうと思うんですよね。なんだけど、じゃあこれ、言ってるのかっていうと、こう写生はしてるんですよ。ただこれね、あの正距緊迫してたでしょ。だから緊迫してて、でそのマスターベーションしてないんですよ、これ実は。これ手押さえてるんですよね。だから写生を押さえてるんだよね。で、あの、で、緊迫してるわけ、さらにね。だから、自らを緊迫しつつ、で、なんていうかな、その、あと、両性的であってね、両性的であるんだけれども、
両性的で何なんだろうね。でもね、これよくわかんねえな、やっぱな。意味を考えると、まあいろいろ難しいけど、まあとにかく一つ一つ説明していくと、射精しないように抑えてるわけです。なんだけど射精してるわけですね。で、こう、ここ手から垂れてたでしょ。まあでもこれはやっぱ性器だと思うね、多分な。で、こう、昇天してしまったっていうことだと思うんだよね。行ってしまったっていう状態の、エルビスなんですよね。それを超巨大に作る。いや、これはでもね、何なんだろうね。でもね、本当ね、大きさ的には運慶快慶並みの大きさなんですよ。東大寺のね、門みたいな。大きさ、巨大さ。まあ、それはやっぱ意識してるとは思いますよ、間違いなくね。じゃあ、でも、どの時代の仏教彫刻に近いかっていうと、これはまたね、意見分かれるだろうね。ただ、まあ、でも、まあ、鎌倉だろうね、やっぱりね。リアリズムですよ、リアリズム。で、リアリズムを追求するときに、エルビスっていうモチーフで、日本人が、こういうものを作ったっていうのは、いやー、しかしな、これをどこに飾るかね。まあでもね、まあ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 、でもね、とりあえず僕は意味だけ説明しておこうということです。まあそういう、なんていうかな、この状態はエルビスが別に言ってる状態ではないってことね。これは結構重要だと思います、僕はね。これ言ってる状態だって見る人が多いと思うんだよね。じゃないんだよね。言ってしまった状態なんだよね。これはすごく大きいことだと思うんですね。それで脱糞した状態で、脱糞してしまった状態なんですよね。じゃあちょっとね、他の作品見ていきますね。はい。で、これ。まあまあ、これは DM っていうかな、ですね。はい。で、まあまあ、入り口がこういう感じになっておりまして、作品が置いてありますよ、と、こういうことですね。まあまあ、こういうのを見たらね、これもね、何をモチーフにしてるかわかんない。モチーフはないかな。これはね、ちょっとぼやけちゃったけど、何を撮りたかったかっていうと、この中ね、くり抜いてるんだけどね。こう、まあ、なんかこう、荒々しいね、こういう作品もあって、これもね、なんかすごいけどね。これ、爪かな？なんかの、鳥の爪とかなのかな？あ、ごめんなさい。森修って読むんですよ、これ。あ、修ちゃんって言ってたわ、そういえば。ごめんなさいね。森修って読むんです。失礼しました。大変失礼しました。で、これちょっとちっちゃい作品で、手とか、まあ、周作っぽい感じの作品ですね。木で木作るみたいなね。で、まあ、これちょっと全部見てもあれかな。一つ、もう一つ、どうしても紹介して。まあ、こういうのはすっごい上手なんですけど。これなんですね。僕が一番好きだった。あ、これもすごいんだけど。まあまあ、もう一つだけ作品紹介して終わりますね。これです。こりゃすげえと思った。これはすごいです。これも、まあ、等身大よりちょっとでかいですね。まあ、ちょっとてか、結構でかいのかな。1.5倍ぐらいあるかもしれないですね。で、これね、なんかこう、この人がこう割れてる感じになってるじゃないですか。なんかこう間にこう何かが、この人が分割されちゃって、ここに何かが入ってしまったって、こういう感じになってるでしょ？ね。でもね、これね、よく見てくださいよ、これ。こうやってね、まあまあ、この仮面とかも、まあ、何なんだろうね。すげえなと思いますけど、これでも これはすごいな。
あの、何なんだろうね。これなんか物でね、これわかるかな。これほんとすごいんだよ、物。あのね、これ木目に沿ってこう体がこう沿ってるわけよ。わかる？これ要するにだから木なんですよ。これ本当に木から見えてるって感じなんですよね。でね、このこれはね、多分川、このこういうね、川とね、関係してると思うんですよね。これね、このマスクと川っていうのが木の川っていうかな。だからその年輪というかね、そういうものとね関連してると思うんですけどね。で、これね、ここを見たらわかりますよ。これここに川あるでしょ、木の。でここに木の川あるでしょ。これ川ありますよね。でここも川なんだよ。これどういうことかっていうことで、これね、実はね、だからね、一つのものを3つに分けて作ったんじゃないんですよ。わかります？だからこれ一つの体が、あのポンと真ん中でポンと割れて、でその間になんかこうギュッとこうなんか入ってるみたいな、こういう感じがするじゃないですか。これ違うんですよ。これね、3本の木なんですよ。3つなの、これ実は3つの木なのよ。だから3つの木から一つの肉体を、なんていうのかな、掘り出したんだよね、てるんだよね。でしかもくっつけることなくだよ。これってどういうことって感じですよね。これは僕すごい作品だと思いましたね。ただこの木の、あでもな、これっていやでもくっつけてるわけじゃないよな。木が見える、まあ見えるんだろうね、いろんなものがね、うん、まあまあ、 そういう作品なんですよ。だからこれって本当何なんだろうな。まあ確かに、なんていうかな、すごいやつなんだという話は聞いてたんですよ、見る前にね。やっぱ僕、まあ、僕はね、エルビス、まあ、エルビスは面白いと思うんですよ。面白いと思うんだけど、でもね、エルビスよりも僕はこっちの方が断然好きだった。これはなんかね、木彫のなんか何か重要なことを、だから木であるってことなんだよな。木であることが木であるままに彫刻になるっていうような感じですよね。いや、すごい作品ですね。すごい作家がいるもんですね。まあこれはすごいと思うなしか言えないな。でも、うん、まあまあまあ、そういうことなんですよ。でこれはね、パッと見じゃ分かんないと思うんですよ。だってこれ信じらんないもんね。これ 3つだからね、うん、じゃあこれは何だ、この真ん中は何なのかっていうのも非常に重要ですけどね、うん、まあそういう人です。あ、そういう人って森治さんね、すごいですね。でこういうなんか、まあ、なんていうの、これあのエルビスの作り方みたいなやつね、うん、みたいなのも書いてあったりとかして、ありますね。はいはいはい。まあまあそんなところですかね。これもとにかくですね、すごい作家でしたね。はい。これはまあ正直欲しいよね。だけど、うん、すげえ、まあまあすごいと思います。やっぱりね、こういう作家っているんですね。だからやっぱりアーティストがいいですね。そのパーセルギャラリーっていうのは、そのパーセルギャラリーってパーセルだけでいいのかな、わかんないけど、アーティストがやってるギャラリーっていうかね、展示、スペースなので、こういう作品が見ることができるんですよね。やっぱりだ、アーティストはやっぱ面白いアーティスト知ってますからね。これはまあ彫刻、これはでもまあアーティストも見た方が、まあみんな見た方がいいですね。
まあ面白い、すごいです。感動しました。はい、単純に私は、はい、素晴らしい作家でした。また作品ね、見たいですね。はい、まだまだね、実は作品いっぱいあるんじゃないかっていう気もしますのでね、ぜひ、またちょっと作品楽しみにしてますね。本当に本当に彫刻家らしい彫刻家みたいですけどね、森治さん、11月8日までねやってますので、ぜひ見に行ってくださいということです。はい、じゃあこんなところで、よいしょ、一回トランジッションしまして、さあ今日もね、長くなってまいりました。あとはいえ今日あれか、あやべ